オー・ヘンリーハウスはテキサス州オースティン市の歴史的建造物である。オー・ヘンリーのペンネームで知られるウィリアム・シドニー・ポーターが1893年から1895年までここに住んだ。オー・ヘンリーハウスは1973年6月18日にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。ハウスは今日ではオー・ヘンリー博物館として知られている。 この小さな家は建築学的にはアメリカ合衆国では安城様式と呼ばれているものである。家は1886年に建てられ、1893年から1895年までの間、ウィリアム・シドニー・ポーターに課されていたものである。ポーターはヒューストンに引っ越すまで、ここに妻アトールと娘マーガレットと一緒に住んでいた。ヒューストンに引っ越してからは、 ヒューストンポストが身を舞台にフルタイムで執筆活動に取り組むようになる。もともと彼の作品は生まれた故郷のノースカロライナ州に絡んだものが多かったが、その後彼の作品の中の42編がテキサス州に関連している。家は倉庫を建設するために解体が決まる1930年まで貸し屋として使われていた。保存運動が起きて家はオースティン市に寄贈され、 もともとあったイーストフォースストリート308から現在のイーストフィフスストリート409に移された。建物は修復され1934年に博物館として開館した。入れ替え展示される展示物の中にはポーターの使っていた家具や持ち物などが含まれている。建物は1994から95年に屋根の改修。 1934年には失われていた、レンガ作りの煙突などが付けられるなど、王子の面影を再現している。ありがとうございます。